はいどうも、テイキングです。今日はですね、ウイニングポスト9 2020続きやっていきましょう。11月の1週からと、ナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。さあ、行きましょうか。11月の1週はね、ルドルフ・マイルが出走と。はい、スピード A+。あとは、ギュスタブ・クライか。そうやね。まあちょっとでもここは厳しいかな。まあ何かしらちょっと取ってほしいですね。一つね。はい。で、まあ海外にね、持っていこうと思ってます。よし、OK。じゃあ、ネックスだね。さあ、ルドルフ・マイルが出走、一番人気。まあスピードね、A+あるので、やってくれると思います。4コーナーをカーブして、さあ、グッと、モンストール、来るね。後続馬も足を伸ばしてきました。よし、大丈夫ですね。まあいい感じじゃないですか。残り200メートル、ルドルフ・マイル余力は十分。さらに引き離していく。後方から一気にボリー。ただ A プラスはまあまあって感じですよね。もうここまで来るとね。圧勝ゴールイン。ルドルフ・マイル一着、二着は微妙です。まあ十分その国内の支持率とかはね戦えるんですが。はい、OK。ルドルフとダンスの方。よし、はいはいはい、OK。さあ、そしてどちらでもか、どちらでもか、どちらでももか、キングウェイクとゼンノロブロイ、その組み合わせも確かに強いね。ケーキングハートね。はい、まあダイジェストでいきましょう。まあ、芝でもダートでもね走れるので、まあ、ここはきっちり勝ちたいですね。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い。どちらでも先頭、よし、強いね。リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はビルシーナ、どちらでも先頭だ。さあ、ビルシーナはね、気づいてませんでした。どちらでも1着、そうか、1着は微妙です。これは桁外れの強さだ。どちらでもいいね。ビルシーナを置き去りにしていく、期待できるよ。どちらでもただグッとくる感じか。いや、ちょっといけてないっすね。悪くはないんですよね。ちょっとこれ厳しいな。エーシーフラッシュ、ローズキングダム、ちょっとこれ厳しいな。メンバー的にも他にもいろいろいますし、4着か。さあ、いろいろ戻ってきて、来るね来るね来るね。キングダンス鈴鹿、キングダンス鈴鹿が行くと。次は、OK。 そうですね、まあいろいろ戻ってきたんですが、ルドルフダンスじゃない、ルドルフマイル、どちらでもやね。はい、スピードは A。まあ賢さ S プラス、まあ芝だとね、まあどっちもいけるので、違う間違えた、どっちもいけるんでね、まあうまくねちょっと使っていきましょう。はい、まあまあいいでしょう。ただまあダートかな。キングスペシャルもダートか。2歳、他はルドルフ・マイルがまあ芝で、で、ダンス鈴鹿も芝ですからね。まあ、ダートで使ってもいいかもしれないですね。まあ、最終的に、オモノ・ジョードみたいな、まあ、芝ダート走れて、まあ、これくらいまで成長してくれたらね。強いね。ダートも芝も取ってくる。オモノ・ジョード強いわ。はい、行きましょう。ネクスト。さあ、キング・ダンス鈴鹿。まあ、これは、ケイ・キング・ガッサン。ドーベルの子じゃん。ケイキングガッサン。人気、ね、人気結構ありますよね。2番人気。印もいい感じ。ケイキングガッサン。4コーナーカーブから直線コースに向きました。キングダンス鈴鹿、先頭。1馬身から2馬身。でもこいつスピード A プラス。大丈夫でしょ。キングダンス鈴鹿、ケイキングガッサン、頑張れるか。でも結構来とんじゃん。先頭、2番手はケイキングガッサン。ガッサン強いじゃん。はい、勝ちました。2着はテイキングダッサン、キングダンス鈴鹿、見事な勝利です。
まあ2歳順調は順調っすね。ただズバ抜けたやつがいるかどうかなんですよね。まあこの辺もしっかりね成長すればまあ十分あの浄土とかね、まあ、それくらいにはなれるんですけど、3周はレースなしか。で次ドーベル3冠ですね。まあ頑張ってほしいね。よし、まあとりあえずここはネクストで、まあ次絆ね、あの一気に使います。ダンス鈴鹿、ダンス鈴鹿、まあこれスピードがないんですよ。あとはキングスペシャル、キングスペシャルいけるかな。ここ勝ってくれたら嬉しいけどね。はい、そしてルドルフダンスはまあいいか。うん、ドーベル3冠ね。よし、行きましょう。ドーベル3冠距離適正、上がね、あの2300。ダービーはさきたオルフェーブル、グランプリホース。ドーベル3冠ってさ、オルフェーブルを戦うのかつか。まあライバルは強いね、かなり。まあルドルフマイル強いけどね。でもさあ、ドーベル3冠ね、多分戦ってないですよね、オルフェーブルとはね。戦ってない、戦ってない、戦ってないです。そうそう、これ牝馬やからね、ずっとねそっち使ってますからね。2歳も戦ってないよ確か。よし、いいね、楽しみじゃないですか。絆使いましょう。そうやね、まあ今はいいわ。よし、絆あるね。一つか、一つ、まずいな。まあでも使おう。はい、よし、まあ行きますか。そうか、一つしか持てんか。あとはね、こっち育成に使います。キングサロンじゃなくて、頑張ってほしいのがパートナーかな。うん、パートナーっすね。これちょっと期待してるんですよね。でパートナーに使っていこう。そうやね、まずは一つ。グループ育成も使いたいんですけどね、余裕がないですね。で、あとは一つ使おう、さらに。さあ、パートナーも楽しみですね。よし、じゃあネクスト。さあダンス鈴鹿、まあ厳しい、ネクストで、キングスペシャル、まあいけるかな。短い直線に入って後続は届くかどうか、キングスペシャル先頭。まあ大丈夫ですね、キングスペシャル。いや、そ、大丈夫やね。一気に後続がやってきた。キズマ必死に追います。キングスペシャル差を広げる。2番手はキズマ、キングスペシャル1着。まあ全体的にレベルは高いですね、2歳はね。まあキングスペシャルももちろんいいね。さあどっかのね参加狙えるといいですけどね、キングスペシャル。ちょっとまだ分かんないですね。これはいいです、はい。まあ勝てるところを登録してって感じです。さあドーベル参加一番人気、まあしその下ね、当選上段、そしてルーラーシップもいますからね。でドリームジャーニーもいて、ブエナビスタ2番人気は、でオルフェーブルがいて、ピサいて、その上がアーネストリーいて、でヒムノダブールもいて、最高のメンバー揃ったな、これ。かなりレベル高い方ですよね、ジャパンカップね。さ
さあ、いよいよ直線の攻防、ダービー馬同士一度ぶつかり合いだ。アーネストリー先頭、差を広げにかかります。いや、来てねえんじゃねえ。に追いすがります。残り 200m、 苦しそうじゃない。一気に後続がやってきた。ブエナビスタ必死に追う。一気にオルフェーブル、オルフェーブル差し切った。オルフェーブル、4着か。オルフェーブル1着、2着にはどうやらアーネストリー。これがダービー馬の実力だ。オルフェーブル、これね、200プラス、200っていうか距離適正300上がっとったか、2600までになってましたからね。まあ200か300上がって、まあ走れるんですけどね、一応ね。そう、厳しい馬厳しいんですよね。いや、ちょっといまいちだったね、今のは。まあ甘くないってことやね。さあ、いろいろいますね。まあとりあえず、まあ、どれも取りたいわ。OK。騎士はね、完璧じゃん。エダテルさんでいいよね、とりあえず。エダテルさんで OK。OK。よし。か、ドーベル3回引退じゃない。G1 ホース。さあ、ゲームオンデューバー。そして、ルドルフ・ビューステが激突。俺基本あの海外とかね、所有したこうやってね、あの自家製産馬とぶつけるの好きなんですよ。ゲームオンデュードをしっかり育てておいて、自家製産をぶつけていく。もうむちゃくちゃ育ってるんですよ、これゲームオンデュード。恐ろしいくらい強くなってるので。ただね、根幹距離持ちなので、まあ、チャンスありますよ。どっちの応援してんだいってなるんですけどね、やっぱりね、ルドルフ流星応援してますよ。ただちょっと厳しいか、スピードエイジャー。いや、わからんね。いけるかもしれん。ああ、ドーベル3冠衰え来てないわ。大丈夫やね。うん。まあ、いいじゃないですか。よし、行こう。じゃあ、ネクスト。有馬出走やめとくか。傷がないですからね。大物ティアラ一見か、これは。ティアラもうちょっと勝ってもいいですよね。シーザリオ参加のどちらでも芝。まあいいか。そう、どっちも取れず。ゲスタブぐらい得意距離ですけどね、これ。3600走れるので。4コーナーをカーブして、さあこれが。ああ、無理やな。コスモヘレノス先頭、残り200m。そうか。エアスター、コスモヘレノス食らいつく。厳しいね。先頭だ、エアスター。エアスター1着、2着にはどうやら、ま、コスモヘレノス見事に勝ちました。エアスターギュスターブクライ敗れました。これは掲示板までです。はい、オッケー。成長もね、してるんですけどね。さあ、ルドルフダンス、まあこれはいいか。ネクスト、よし、勝ったと。いいね。ゲームオンデュードが一番人気で、ルドルフ・リュッセがいて、その後フリオソはいると、うん、まあどっちかじゃないかなと思うんですけどね。ただルドルフ・リュッセどう。さあこれからです。ルドルフ・リュッセ先頭、ゲームオンデュード。やっぱゲームオンデュード強いわ。引き離しにかかる。ルドルフ・リュッセ懸命に追いすがります。残り 200m を通過して、後続は大きく離れた。やっぱスピード A で勝つとちょっと甘すぎた。ゲームオンデュード、ゴールイン。ゲームオンデュード、ゲームオンデュード、もう根幹距離とかもう関係ねえからこれ。ゲームオンデュード、素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。めちゃくちゃ強くなりましたね。はい、 OK。 レコード強いわ、うん、だいぶ強くなった。オッケー。そうですね、ドーベル三冠はね、ちょっと厳しいですね。出走やめます。そうなると大物ジョードいける。あ、大物ジョードいけないですね、距離走れないので。そうか、ウェイク出れんのか。3、もう、あ、ギリやなこれ。そんな状態じゃ勝てんよね。シーザリオ3冠。いや、無理やろ。
まあ、ぼちぼちのやつは結構いるんすけどね。上行くか。うん、行こう。ブラックキャビア、そして大物浄土、キングスペシャル。キングスペシャル取れるかな。そして、ルドルフダンスか。ダンス鈴鹿、まあ、これも引退しようかなと思ってるんですよね。はい、お任せでいいです。ドーベル三冠はね、どうしますかね、こっから。こっからね、取りたいレースないじゃないっすよね、もうね。十分なんですよね、これ。まあ、海外でも行きますか。海外行こう。とりあえず2周出して、違う、2周にしよう。やっぱり2周で、まあちょっと海外ね、ちょこちょこ使っていきたいなと思います。あとキングダンス鈴鹿が、キングダンス鈴鹿、ホープフルで、朝日杯、ルドルフマイル、 OK ね。で、大物浄土、はい、まあいいですかね。あ、どちらでもか、どちらでも、ちょっとスピードが足りないですね。どちらでも行く必要ないな、ホープフルは。あー、でもいいメンバー揃っとんな、これ。どちらでもちょっと行きたいな、これ。行こう。ちょっと厳しいっすけどね、どちらでも能力だと。いや、ダンス鈴鹿でも厳しいぞ、これ。ジェンティルドンナ、ディープブリランテ、ケイキングガッサン、で、ジャストウェイ、で、ゴールドシップ。レベル高すぎるって。よし、行こう。ネクスト。ブラックキャビア、はい、OK。3着。大物浄土、ここ取ってほしいですね。今年絶好調なんですよね、大物浄土。で、海外は得意。サードだ。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。大物浄土、いや、いけるいける、浄土。しかし、その差はわずか。粘り込める。いや、粘れるやろ、浄土は。さすがやな。大物浄土、2着にはどうやらオートビジョン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。大物浄土、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しかもね、三冠取ってるので主馬場としても使いやすい。ファビュラス・セラフィンと、キング・ジョードの子、マジで強くなった。さあ、キングスペシャル、ここ取りたいよね。ぼちぼちやってくれるはず。スペシャル短い直線に入って後続は届くかどうか。キングスペシャル先頭、リードは2馬身から3馬身。粘れよ、ライトライン、足色いけるいけるいける。前に迫れるか。キングスペシャル先頭だ。よし、スペシャルいいね。1着、2着にはどうやらブライトライン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはキングスペシャル。さすがキングスペシャル。よし、これは嬉しいですね。ガツンと来る、来た。よし、海外行こう。ルドルフダンスはちょっともう任せで。よし、勝った。嬉しい。成長してますね、ルドルフダンス。さあ、3周、ルドルフマイルが出走と。まあ、いけると思うんすけどね。大丈夫やろ、ルドルフマイルなら。キングスペシャルがスピード A プラスね。今回ちょっと A プラス固まってますね。あー、浄土か。
まあそれでもいいんですけどね、ゆっくり休ませて、まあ海外走ってもいいんですが、 G111 か、まあそれ以上走らせる必要ないね。うん、じゃあそれでいこう。はい、まあ引退かもしれないですね。セールはね買わないんですが、一応ね行きます。まあ今年はこういうのがいるよっていうのをね見てもらえたらなと思います。スペシャルやね、スペシャルはちょっと海外行きたいんですよね。1700、1800あたり行こうか。ちょその辺をちょっと地味に走らせてこうよ。1600も行こうかね。あ、ここ連続で行こう。まあ、いつも通りですね。連続で行きます。はい。これ慣れさせておいて、まあ、でかいとこ狙いに行くと。まあ、トリプルティアラかな。スピード A、A プラスですからね。ちょっと足りないですよね、スピード。絆。いや、もったいねえな。まあ、使ってもいいけどね。はい。2週休み出します。これで。あとは OK ですかね。まあ、結構引退もね、いると思うんですよね。あ、そんなおらんか、引退。大物ティアラ。大物ティアラもまあ、引退じゃなくてもいいよね。あ、まあウェイクはもう引退でもいいかもね。じゃあウェイクあれやろ。そう、これでいいよ。まあ天皇賞春、まあ残るなら天皇賞春狙いたいですね。絆使ってのギリギリですけどね。さあね、ウェイク、まあ国内でいいか。よし、はい、じゃあちょっとセールいきます。今年は史実こんな感じですね。うん、まあベストオーリーはいいですね。かなり強いです。欲しいね、ベストオーレね。セールで買えるんだ、買いたいよね。はい、まあ戻りますか。よし、じゃあ行きます。ネクスト。まあ今回この週までですかね。さあ、ルドルフマイル1番人気、スピード A プラス、いける、メンバー的に取れるはず。第4コーナーをカーブして、直線コースに入りました。アレンブラックヒル。いや、いけるいける、勝てる勝てる勝てる。足を伸ばしてきました。最後の追い比べ、先頭はルドルフマイル。よし。残り200メートル、後続を引き離すルドルフマイル。足色は衰えません。まあ、大体そのスピードとさ、まあ、もちろんあの他も必要なんですが、まあ、分かってくればね、まあ、この辺は勝てるかなってなりますよ、ね。素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。まあ、ただスペシャルはちょっと強くはねなってますけどね。その能力以上の力を発揮してくるからね。ローズキングダムとかさ、所有したらスピード B なんですが、戦うとね A プラスくらいの強さありますからね。さあ、ゲーモンデュード、そしてキングダンス鈴鹿で、どちらでもとウェイク、ホープフルでもきついよねこれ。まあ、有馬記念もね、もちろんきついっすね。最高のメンバーが揃ってる。ゲームデュードはまあ問題ないでしょ。フリー要素、まあ、アンダーキュート、まあまあ、いるんですけどね。トランセントが、まあ強いのもいるんですが、ゲームデュードが強いっすね。はい。大丈夫だと思います。根幹距離ですし。ルドルフマイルか。国内でもね、これもうしゃあないんですよね。なんでこいつはもう海外ですね。海外持っていくので、ちょっと、決めます。ローテーションは。準備で決めます。
さあ有馬記念ダービーと、うん、ゴルフフェーブ、三冠を阻止しましたからね。はい、OK。お、次はパーティー。よし、成長した。今はね、一応、はい、こんな感じですね。ドーベルサウンドウィークエピティアラか。なるほど。はい。よし、いいでしょう。ウェイクやね。ウェイクまず、絆使って。まあ、闘志ですね。使った方がいいね。まあ、全力でいかないと勝てない。全部ウェイクに使うか、これ。プラス、さらにね、調子も上げたいですよね。はい、調子上げて、これでね、だいぶ上がりましたよね。まあ、もうちょいいけるけどな、調子。ただ、投資かな。はい、これで OK ですね。強いんですけどね、結構能力ね。ただ特性もないですし、まあ、ちょっと厳しいんですよね。この能力で勝てないですからね。まあ、諦めてないですけどね。多分厳しいよね。ルドルフマイルやね。OK。ルドルフマイルがこんな感じか。まだ50になってない。まあ、海外ですね。海外で、1700。まあ、1900までいけるので、行きましょう。ちょっとまず練習ですね。もう一戦ぐらい練習したいな。まあまあこの辺軽く使ってもいいですね。いや、OK。とりあえず、ちょっと休み出そう。4周、はい。はい、ということで、今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。